すごいでしょ、うん、あんなのないでしょ、うん、他にちょっと比較対象がないですよ、うん、日本で言えば。本当に出場者のみんなには感謝したいし、本当に尊敬してるっていうか、やっぱ俺はフリースタイルああいう形では絶対できないし、俺があの場に出てったら秒殺なんで、だから本当に尊敬してる。調子はどうですかお客さん。とりあえず丸山町は B ボーイにジャックされてるぞ。1日目 DJ バトル、2日目 B ボーイバトル、だがしかしよ、最大最高級の伝説が生まれるのは今日この場所この瞬間、 B ボーイ MC バトルだぜ。あなたらしい、新しい、さっきから勃起してるよバディボーイ、イエー。俺が好きなのは冷たいかき氷、君泣きそうになってるよ、大丈夫？ダセーダセー、お前はダセーよ、時間は止まんねえ、用事ゲラッチョってよ、スキルもねえくせに超偉そうにしてるやつだけ、なんだおめえ行くぞこの野郎よ。そんなんで威嚇してるつもりだが、おめえは威嚇せえだけなんだよ。お前の名前は確かハンガーっていうか、俺に言わせりゃただのバカ、イエー。これは青いチャージ、俺の気合は本気と書いてマジ。お前あんまり意気がんなっていうか、チョコマンが気になんな。この俺のマイクにも盛り上がる、ここのテントの張り具合見たらマジ暗い顔になり、おいなりもう緊張して硬くなり、緊張張りののし上がり、イエー。尻上がりに君が明太子より今日は辛口、お前の頭空っぽのガマ口だから、もしかしてダイブケチ、俺はライムフェチ、お前がつけてるジュエリー、そんなんじゃ絶対いけねえ。上にメガネ野郎、ただ単にヘタレだぞ、俺に言う言葉こそこのステージじゃただの愚か者だから、自称じゃねえことをここで自称するためにやってきたぞよ、ここに状況したのは俺のすごいってこと証拠、以前の侍俺らは悪ガキ、お前の顔見りゃマジでヤツだき、皆様挑戦的な目はガンつけてるつもりかよ、よ積もり積もった怒りがよ、切れそうだよ俺マジで、よ締めようか切れようか。じゃあ誰を指名しますか、14人の中から。やっぱさっき負けて悔しかったんで、ドカタ、この島で最後の落とし前、殺し合え世紀末、今年までてめえのパッションひけらかすんだぜ、よーおわっしょい、絵かつきがあるならいらっしゃい、痛めそうなら俺と万歳参照でもしましょうよ。高校力の勝利、またね、いやでもクライムのギャングスター、とりあえず力指名したところはすごい男っぷりで、とりあえずちょっと感銘を受けました。はい、いいから帰りなさい、どっちが見ても俺の勝ちだ、アンジェラご苦労、出口はあちら、ヘイ、俺ぜこの T シャツイエロー、お前はこの場で速攻で消えろ、そんな感じ俺にとっちゃピエロみたいな、この場で速攻ジエンド、シャ先行以上。でも審査員めちゃくちゃ辛そうな顔してますよ、頭抱えてるよ。去年も僕審査やったんですけど、どう考えても異常な空間ですよね。マイクを使って相手を自分の技術で倒すみたいな、まあだから本当にはやんないけど、ある種殺し合いみたいな、こんなむき出しにこう相手ののしり合って自分は強いって言い張ってってないでしょ。とりあえず俺は本当に言っとくけど、本当にもう見逃すなよ。俺頭に来るのはな、なんか来たこと、ここに現場にもいなかったやつが八百長じゃねえのとかそういうことを言ったりしてるんだよ。でも俺はそういうやつに言ってやりてえのは、事件はお前がマス書いてるベッドルームで起こってんじゃねえ、現場で起こってんだよ。いよこいつの名前はクレバー、雑魚だな、おとといクレバー、汚い武士
正直俺がこの場を飾るで勝利で余裕持った赤目だったら飾れ陰で行った後で後でボコリにしてもいいんだぜいえ行くぜお前は新宿どんな言葉でもイン踏むいえまさに最強スタイル俺に辛く当たろうと俺は断固不落なんなんこの頭につけてるメガネきっとこいつは俺に出す手がねえっていうか頭に毛がねえ君のライム聞くたびにあくび出るぜお前にとっちゃ今日薬味いやどうやら俺の勝ちだぜだって見てみろこいつすでに涙めイエーよく聞きなディグレーお前はここですぐに死ぬねイエーイエーまずは秋のセミシグレーそう寂しいグレーのセミシグレーお前は一回戦敗退で大会再開よ外しなよそのお面お面いや本当にごめんごめんなよバカがリタイアするとこ見たいか君の未来には全然興味ないが超嫌いだ二言目にはチェケラみたいなインチキライマーここにいらないな見習いなここハーレム大で戯れない俺が勝たないと面白くない面白いもんみたいおおあオンラインなおウィデババババカじゃなまバカじゃなまババカじゃねえのお前おあオンラインなおウィデババババカじゃなまバカじゃなまバカじゃねえの you know? よよく見とけこれきりのラストファイトこれがカスの最後荒くれこのよりヤバくててかお前はそう奈良漬けこいつの被ってる帽子より俺はもちろん調子良い俺は絶対負けないこんな投資郎にお前太ってんな病気持ちこいつら埋め尽くすギャラリー与えるジラシー夕日まねまるでジラシックパークの恐竜みたいなどでかい体高校の時アメフトやってたんだよ筋肉だぜデブじゃねえよこいつの T シャツダサくねいやまさにこいつはダサくですいやマイク持っても意味がねえいやそうこいつには意志がないユースのラップはマジで張ったり聞いてて退屈マジで勝ったりお前の名前は元いい君を倒すことなんかちょろいいやピカスでその鎧いやお涙ポロリ、うん、ジャジャマルピッコロポロリ今日は言いたい放題状態会場内のたくさんのお客さんの前で恥かかす俺は沸かすこのエントランスお前はここでエンドダンスいやぶっ壊す出来たての粘土細工芸能検診うん前に前進できないぜ遠心力で負けちマイナーアイナーマイナー少しこの言葉したいさいやお前はネタラッパーさっき言ってたゲタファッカーお前途中で下手ばったお前顔面にエラ張ったそれではじゃあ準決勝の指定ビートを剣謀ドロップしてくれジブラさん以外にこのビートを僕が回すのは初めてですだから僕も超楽しみそう君は確か来ればもっともっとスキル磨いてくればそうすれば勝てるかもしれねえが俺はまず飛ばすぜいきなり盛り上げてくぜ Like a Ricky Martin Ricky Martin では Living Happy だろうかお前は来たろうか来たろうといえばもちろんゲゲゲ出口はあっちなんで出てけ Yo これが二カ国語を合わす誇るぜもちろん母国語そろそろ本気で怒るぞならばもっともっとおちょくって踊るぞ気な俺のライブの前に愕然つまり準決勝で落選あ残念だな俺は負けるのなんて勘弁だなクレバー剣心お前の頭は北京原人もしくはアウストラロピテクスもうすぐ俺の前ひれ伏すよいやお前つけてるカメだねてかほんとお前のラップはダメじゃねてかお前ハゲてる海坊主お前ダサいんじゃねユニフォームお前は徳川埋蔵金いやつまりもう使わない雑巾いやひょうきん俗で言えばパーですねいや俺はインフム運命てかお前はインダス文明てかないかお前は危険ゼミの時なお前は試験勉強てか顔が試験転用元井の勝利
もちろん2セット勝負でいってもらいます。そう、いいね、戦いの前にも。いやいや、I don't know why on the microphone now。 このちょんまげフリースタイルにしたらそりゃ損だね。いやいや、行くぜ。いや、ロック T が外してんだよ今、サングラス入るか、俺のファンクラブ。いや、外れてんだよ、おたんこなすにガン飛ばしちゃう。いや、さあさあ、ここでバンクルワス。いや、クレーバーいるんだぜ、上には上が。やめとけよ。なな、その T シャツ。やべ。いや。やべ。ちょっとしてんだよ緊張感。いや、俺の陰道だ。しけが生えた心臓が飛び出そうなんて冗談。いや、冗談。波のダンク、もしくはガンタンク、バリの弾丸、散乱、弾弾聞いてくるはず。まずまずの出だし、無用な手だし。やっぞー。タイマー。オッケー。お前ヤバって言ったべ。そしてガンタンクだっけ、ガンタンク。こんな雑魚はガンガン食う。フリースタイル見せてやるぜ、金のネックレス。俺はテクです、つまりテクニシャン。ピース、お前はレズビアンかバディマンだ、つまりバディボーイ。家に帰ってけ、食っとけかき氷。東京の端っこ八王子、俺がガンガン歩くぜ街通り。そこに渋谷に立ってのがラブホテル。俺は勝ってから酒をまず飲める。飲むのはシャンパンガンガン満タン、中央乱射。ちょっとタンマそんなもんはねえよ、一回勝負スーパードープ。 Yes yes、 お前は冷凍状態、低能を妨害しないでくんな俺のこのショータイム。俺はマイクを掴んで常に商売する。ここでつけるな商談、お前はショーのおまり、つまりショーダウン。このカンパイザー、俺は歌うヴァンパイア。いや、アンパイアの皆さんどうでしょう、俺の言葉のフォーメーション。 Yeah、 今年もそこにいるぜロック T。 Yeah、 こいつにコンクリートより硬い言葉叩きつける。 Yeah、 っていうかお前臭い、つまりスメル。 Yeah、 もしかして脇が9月だからもうすぐ来るぜ秋が来る前に軽く決勝戦突破。お前はコッパみじんのみじんこより縮んでんじゃねえのそのチンコ。よ一歩ねえ、どうすか古川さん。いえ、お前の計算狂ったかな。いえ、次に過ぎた30、45秒。え、お前うるさい、小じゅうたのよ。いえ、ハルムで声かれるまで頑張る、こいつ贋作ぶっ壊すガンダム。間髪入れずに行こう。お前に警告、ここが俺のヒップホップ帝国、つまりインペリアル。わかるか、帝国はインペリアルだ。全ての判断は俺が吐き出す陰で決まる。イエス、こいつがしてるのがタオル、タオル並び替えたルタオ。お前のその汚い素顔、豚と間違えたぜ。勘違いだねお前は。そしてお前がしてるのはタートル、タートルなびかえるとトルタ、ポルタガイストみたいに俺のライムにお前は参るぞ。まるで妖怪正体、そんなやつにお前は用ない。膨大なライムのファイル、ライムタイプ、まるでマシンガン進化してく。 Yes yes、 そしてこいつのニューヨーク、俺はラップ中毒、一言忠告。お前がもとい、そんな話はもとい、乗ってけよこの音に。これなんだっけ、それは踊り。俺が持ってるのは誇り。以上、全てのバースがキックされました。泣いても笑ってもこれで1位が決まります。旗を上げてくれ。クレバーディフェンディングチャンピオン。初回自体
際が驚くぐらい、すごい上手い人たちがいっぱい出てきたんで、今年はさらにやばい、来年はもっとやばくなるでしょう。チャンピオンはどうかな。余裕っすよ。嘘です。